はいでは5番です。5番は今回は頭とお尻が何かの2乗なんですね。ここは x の2乗ですし、こっちは2の2乗と。えー、なので、えー、その2つを合わせての、えー、x プラス2の2乗と。えー、これで前の2乗で x の2乗。前と後ろかけて2倍で 4x。後ろの2乗で4というふうになるので、 まあこの頭とお尻を確認してあこれはすぐに因数分解できそうだぞというふうに思ったらばそのまんま作っていくという形ですねちなみにここの半分と、えー、このマイナス6だったらマイナス6の2倍ですねこっちがねですから、えー、ここの2乗が36というふうになっていきますので割とすぐに見つかる人は見つけられるんじゃないかなというふうに思います x-10 の2乗で終わり4番は x プラス9の2乗で終わり5番は 4a マイナスの1の2乗ですね6番は 5x マイナス2の2乗です でここ見てほしいんですがここに 4a とか 5x が来ましたけどまあ 25x の2乗は 5x の2乗ってわかると思うんですが前と後ろかけての2倍がここに来る後ろの2乗がここに来るなので、えー、間違えないようにねしっかりと公式を理解していくことが必要です、えー、今度は 3x プラスの y の2乗ですね最後8番8番は 2a マイナスの 9b の2乗でした あとはですね、ポイントとしては、ここがマイナスならここマイナス、マイナスならマイナス、プラスならプラス、マイナスならマイナス。まあ、このぐらい注意して見ていけば、えー、かなり正答率も上がってくるんじゃないかなというふうに思いますで。これは必ずできるわけじゃないので、頭とお尻が何かの2乗であれば、それを作ってみてで、前と後ろかけての2倍がちゃんとここにね、揃うかどうか。 ここまでセットで条件が合わないと使えない公式ですからしっかり見ていくようにしておいてください。